はい、どうも、坂です。マイクラブやっていきます。現在4月の19日ということで、またガチャが更新されました。で、リバプガチャですね。レジェンドですよ。はい、では早速ね、中覗いてみます。これ前のやつですね。はい、こちら、リバプールのレジェンドと、ペスの、セレクションと。黒が10人、金33、残りが62ですね。はい。で、一番、この前ね、この前っていうか、前回会った時に、一番強い人を取ってっていう感じだったので、で、誰が一番って言ったら、もう、ポグバでしょ。ポグバ、ジェラード、もう、その後はもう、特にいいかなっていう感じです。サラーもね、今、金の持ってるけどね、そんなにね、変わりないんだったら、もう、そのまま金でいいかなと。はい。で、オーウェンもね、みんな強いって言いますけど、レベルがね、75だから。だからその辺がね、育てるとかなりいい感じじゃないかなと思います。はい。他見てもね、レベル、オーウェンがね、特別レベル上げやすいっていうのと、そんなもんですね。はい。なので今回もね、10回引いていきます。55万貯まったんでね、また一時期ね、一桁台行ったんですけど、また55万貯まったんで。また100万たまんのかな。はい。今回も10回引いていきたいと思います。10回で何人黒が来るのか。前回はね、黒をね、10回引いて1回は来たんで、それでチアゴシルバー取ったのかな。なので今回も、1人くらいは黒、取っていきたいですね。はい。いきなりシルバーですよ。はい。次。スタミナ強いな。はい。じゃあ、2人目いきます。3.8。3.8だからな。こんなに黒の確率悪いわけじゃないからな。次。もうちょっとシルバーだったら、ジョーアレン。カットしていきますね。はい、じゃあ3回目。で、もう今3.9でしょ。結構上がりやすいな。やっぱ125人しかいないんで、リバプール好きな人はね、戻れ戻れ！エンス、エンス。ないんか。引いて、で、オーベン？違うか。おー、来たよ！ 来たぞ、おい。来たぞ。おお、当たりが来たよ。いいじゃん。ちょっと育ててみようかな。レベル30でしょ。30だから。そうか。で、今ちょっとね、もらったレベル上げてるところだけど、ないのか。ないっていうか、スキルがワンタッチシュートしかないのか。そうか。19歳だからね、スーパーサブの一つでもついてりゃ、ちょっと面白いかなって思ったんですけど。はい。いいでしょう。いいっていうか、今回これが一番のピークかな。なので、彼が来たっていうことは、もうおそらく来るは来ないでしょう。はい、4人目いきます。はい、3.9は変わらず。はい、4人目。いやー、いいじゃん。もうこれだけでももう取れたから、取れたよ。っていうことは、結果、黒じゃなくてよかったっていうところだね。ブラッディ。はい、次。そうか、もうシルバーだったらカットするの忘れてた。はい、5人目。お、4.0。黒引きたいな。もう金の当たりは引いちゃったからね。あとはもう黒だけでしょ。ダフィー。ダフィー、ダフィー。ダフィーか。ディズニーのやつはダフィーだね。はい、次。6人目。もう折り返しですね。いや、昨日ね、ルヴァンカップ、ガンバと浦和見たんですけど、見に行って、PK はな、仕方ないところでもあるけど、ほとんどね、J3 のね、メンツだったんで、ガンバとしても。でももう少しね、勝ってほしかったな。最低でも引き分けてもよかったかなっていう感じはしたけども。今週ね、大阪ダービーがあるんで、そっちにね、全力で。だって4だからな、勝ち点。また降格するぞ。はい、7人目。もう、監督変わるごとにね、降格するのやめよ
はい、次。無意。はい、次7人目。はい、7人目。4.1。グロワーコズ。いや、本当にね、何かしらの、アデミウソンもさ、療養で帰っちゃったからさ、本当、ストライカー誰か取ろう。長澤もちょっと怪我するし、ストライカー誰か取ろう。ファーミージョだけじゃ辛いよ。はい。今何人目 ?8 人目忘れたわ。8人目か。8人目ってことにしよう。おー、金か。金か。キーパー。はい、次。はい、9人目。あと2人。はい、4.2。お、結構上がったな。結構引くだけで上がるね、確率。いつもスタートがさ、3点何歩くらいからだから。来ましたよ、来ましたよ。さあ、誰だ？ポグバ。あ、キーパーじゃない？もう、誰だよ。いらないよ、キーパー。クルトワかな。いや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 。まあ、調子次第かな。調子次第でブッフォンと、まあ、ノイアーがいるからな。ノイアー、ブッフォン、グルトワの3本柱、ドンナムルンマを、まあ、適当にっていう感じかな。はい。まあ、こんな感じですよね。でかいな、199か。そうか。199か。そうだよな。それを考えれば、ブッフォンよりちょっと上と考えていいのかな。25歳。まあ、若いしね。フィジカルコントロール89万のジャンプ85。クリアリング。まあ、すべてにおいて高いよね、基準が。うわぁ、せっかくの黒は、キーパーか。はい、ラスト。いや、キーパーかよ。3.8。もうないな。これ引いても多分、これラスト。まあ、これも黒はないでしょう。まあ、無駄金の1万 GP ですね。はい、間の銀。おお。はい。はい、あ、結構いいんじゃない？そうでもないか。まあ、銀だしな。はい、ということで、まあ今回はね、大当たりかな？オーベン取れたし。で、まあ、クルトワか。クルトワも取れたけど。まあ、3.8。そうか。あ、11回引いたね。11回引いて、まあ、こういう感じだったので、まあ、今回のイレブンは、まあ、いつも10人ですけど、今回1人多めに、1人本当に余計だったな。クルトワで終わっときゃよかった。はい、こんな感じですね。なので、黒は1回、10回引いて1人ぐらいは黒が来るかなと。で、金も2人来たんで、3人かな ?2 人かな。はい。なので、まあ、今回、まあ、数が数だけにね、125名なので、まあ、そこから保有していけば、何人、今、自分が何人保有してるかちょっと数えるのめんどくさいですけども。なので、まあ、コンプできるのであれば、コンプして、で、まあ、この辺の選手ね。まあ、取るチャンス。まあ、レジェンドなんでね。前みたいにデルピエロみたいに、まあ、ちょっと、取る気があるのであれば、コンプして、チャレンジしてもいいんじゃないかなと思います。はい。では、今回はちょっとね、オーベンを育ててみようかなと思いますので、また、来週も、次のガチャですね。やっていきたいと思います。また、GP 貯めてね、100万、また戻せるかな。まあ、頑張っていきます。ご視聴ありがとうございました。